はい、どうも山中会議室山野です。お願いします。本日はですね、ICL のお話をしていこうかなと思います。はい。ICL って何かちょっとね、わかんないという方もいらっしゃると思うので、一応ざっくりと解説をしておきましょう。今ね、なんか SNS で話題らしいんですけれども、目の中、この眼球ですね、に直接コンタクトレンズを挿入する、手術のことを ICL というふうに言います。はい。皆さんこれ知ってはります？まあ今ね、結構話題らしいんですけれども、まあこのね、まあ手術をですね、最近私させていただきまして、させていただきましてっていうのも変な言い方ですけど、しまして、はい。非常に良かったんです。はい。もう結論から言って、やって良かったんです。はい。やって良かったし、人生変わったし、視力も 2.0 になりました。はい。前、やる前までは、私、視力がですね、0.03 とか5とか、なんかその辺やったんですよ。もうほとんど見えてないです。はい。ただですね、この、手術を、受けるにあたって、まあ、いろんなことがあったし、で、YouTube 上に ICL で検索してみても、なんかこう、なんていうのかな、あんまりそこまで情報として多くない、やった人の正直な意見っていうのがそこまで多くないように見受けられましたので、まあ、ちょっとね、一本の動画にまとめて、悩んでる人もね、結構いるみたいなので、なんかこう、やろうかな、どうしようかな、なんかちょっとやっぱ怖いんじゃねえの、みたいな、なんかそういう風に思ってらっしゃる方が多そうなので、まあ、ちょっとね、動画としてまとめておいて、何かしらの参考にして見てもらおうかなということで、やっていこうと思います。はい、まあ、一応いろいろお話をしていくんですが、注意点があります。この動画をご覧いただくにあたっての注意点ですね。はい、注意点は基本的に私からは2つです。まず1つが、あくまで個人の感想です。はい、まあ、やっぱり医療に関するお話なんで何でもそうなんですけど、人によります。結局どうなるかだっていうのはもう人によります。はい、なので私がこう言ったから完璧にそれが皆さんにまんま同じことになるということではないので、ちゃんとその辺は前置きとして置いておきます。はい、でもう一個、私が受けた病院の名前ですね、これに関しては非公開という風にさせていただこうかなと思います。一応受けたところは有名なところを受けました。はい、まあ、皆さんももしされるんであれば、基本的にはまあ有名なところというよりはその症例数が多いところ、なんかこの手術の回数が多いところ、しっかりと何回も何回も手術してるよみたいな、そういうところをできるだけ選ばれた方がいいと思うので、まあ、必然的に有名なところっていうことになってくるかなと思いますけれども、私はまあ ICL って検索した時に基本的にはこう上位5本の指に入るようなところの中から選んでやりました。はい。だからどこを受けるかは皆さんにもちろんね、お任せしますけど、私の中ではそういうこうできるだけ有名なところにした方がいいんじゃないかなと思いました。はい、っていう感じで、この2つですね、あくまで個人の感想ですよっていうことと、今回受けた病院の名前は非公開にさせていただきますよっていうこと、この2つを押さえていただきながら、聞いていただきたいなと思います。はい、ということで、では本題に入っていきましょう。はい、もう一回 ICL って何やねんっていうところのもうちょっとだけね、詳しい、部分を説明していこうかなと思います。はい、さっきも言いました、 ICL っていうのは目の中、眼球の中に直接コンタクトレンズを入れる手術のことを ICL というふうに言います。はい、どういう風に入れるかっていうと、角膜をですね、ピッと、ちょっとだけ穴開けまして、そっからシュッとこう入れるような、そういう入れ方になります。はい。で、レンズの種類は主に2種類ですね。前棒型と後棒型、この2種類があります。何が違うのっていう話ですよね。はい。まあ、あんまり詳しいこと言っていくと、もう動画がもう長くなって終わらないので、ざっくり言いますね。簡単に言うと、レンズを入れる場所が変わります。はい。どこにこの ICL のレンズを入れてるかっていうと、眼球の虹彩という部分に入れてます。はい、でこの眼球の虹彩なんですけど、目の中に入る光の量を調節してる場所のことを虹彩という風に言うんですが、それを境目にして前なのか後ろなのかみたいなところで思ってもらったらいいかなと思います。ちなみに私は、後棒型を選択いたしました。はい、でこの後棒型のメリット主に3つあるので、挙げておきます。まず1つ目が、角膜内皮障害のリスクが少ないです。はい、角膜内皮障害ってなんやねんっていう話ですよね。はい、まあ、めちゃ簡単に言いますね。角膜の中に目の中の水が侵入してきて染み出してくるような、病気障害のことを角膜内皮障害って言います。これになってしまうと視力が低下して最悪の場合失明に至ってしまうという、まあ、ちょっと怖いね、ものなんですけども、そのリスクがこの後棒型に関しては少ないと、まあ、その代わり白内障のリスクがちょっと上がるんですけども、まあ、基本的には後棒型のメリットとしてはそれになります。はい、でこれが一つ目ですね。次2つ目、切開層が小さいってことです。はい、切開層ってね、さっき言いました、ちょっとピッて、ま、穴開けるって言いましたよね。はい、この切開層が前棒型と比べれば後棒型の方がちっちゃくて済みます。はい、前棒型がだいたい約6ミリ、という風に言われてます。で後棒型が約3ミリ、約半分ですね。これなんでこうやって違いが出てくるかっていうと、前棒型は
レンズをそのまま、なんちゅうのかな、そのまんまピシュッと入れるんですよ。そうなんですけど、公募型は折りたたんで、くるくるくるっと折りたたんだ状態で入れることができるから、石灰層が少なくて済むわけですよね。まあ、石灰層が少なければ少ないほど、やっぱりその後にかかってくる眼病のリスクっていうのも、少なくなってきますから、まあ、公募型の方が、そういう後のことを考えても、まあ、いいんじゃないかなと。思います。はい。で、これがメリット二つ目ですね。はい、次メリット三つ目。炎症も起こりにくいという風にされてます。はい。まあ一応これはね、まあ全貌型と比べればっていう話になってきますけれども、基本的にはそういう風に言われております。はい。で、この ICL の話をした時に、絶対こう比較対象に上がってくる話が、レーシックです。まあレーシック手術ってね、皆さんも聞いたことあるかなと思いますけれども、まあ一応このレーシックと ICL の、ざっくりとした違い、もう本当にざっくりですけど、解説しておきましょう。レーシックっていうのは、角膜を削ります。角膜を直接削ることによって、目の中に入ってくる光の量を調整して視力を上げるっていう風な手術のことが、レーシックですね。対する今回お話している ICL っていうのは角膜は削りません。さっき言ったようにピッて穴を開けるだけになります。で、そこにレンズを入れるんですね。なので、大きな違いとしては、角膜、一回削ってしまうと、もう元に戻すことはできません。はい。不可逆的ということを言うような言い方をしますけれども、対する今回私がやった ICL っていうのは角膜は削りません。穴を開けるだけです。でこの穴は、塞がります。ですから、可逆的、元に戻せます。要するに、ICL をして、あ、なんか自分に合わねえなって思った時でも、もう一回穴開けて、シュッてレンズ抜いたら元に戻れます。はい。なので、一回手術した後で、なんか元に戻せへんにやったらちょっと怖いな、なんかやっぱやめたっていうことができへんにやったらちょっとなっていう風に、レーシックをためらってる方っていうのは、この ICL を比較検討に入れる価値が十分あるということになりますね。で、まあ一応 ICL のメリットは他にもあって、例えば、むちゃくちゃ強度な近視の方でも対応できるし、あとは、このレンズっていうのは、一回入れたら一生そのまんまです。手入れもいりません。基本的には。なんかぶつかって怪我して、なんかレンズがずれたとか壊れたとかっていうことにならない限りは、基本的には手入れもいりません。一生入れっぱなしで OK なんです。それも結構な私の中ではメリットやなと思ったんで、ICL を選んだっていうような感じですね。で、ここまで聞いたらね、いやいや、やっぱりちょっと怖えよというような方が一番多い。何よりその手術をためらってる理由が多分一番それなんじゃないですかね。怖いっていう、なんかあったらどうしようっていう風に思ってらっしゃる方がいると思うので、そこに対するちょっとした誤解というか、なんていうのかな、そこまで怖がることないよみたいな話をちょっと一応しときましょうか。ですね、この今回の私がやった ICL に関して言うんであれば、厚生労働省、日本の厚労省ですね、もう認可してます。で、あともう一個 FDA っていう、まあ、アメリカのね、むちゃくちゃ審査の厳しい、もう日本とは比較にならんようなぐらい厳しい、FDA っていうところが認可してます。はい。それぐらい厳しい基準をクリアした安全な安心な、医療機器ですよっていうことが基本的には言えるので、そこまで、まあ、怖いの分かります。めっちゃ分かります。私も怖かったから分かるけど、そこまで怖がる必要ないよっていうことは一応前置きとして言っておきます。もちろんね、詳しいことは専門の先生に聞いてほしいですけど、私の中ではそういうふうに思います。はいはい。そしたらですね、ここで私が手術した理由っていうのを3つに分けて解説していこうかなと思います。はい。まず1つ目、コンタクトレンズがめんどくせえっていうことです。はい。まあ、こんなこと言ったらね、あんまりコンタクトレンズしてる人からしたら感じ悪いかもしれないですけど、私もコンタクトやったんです。はい。でですね、私のコンタクト、これ私のコンタクトなんですけど、これ度数、これ何倍だっけ？あ、もうね、あれです。6.00 です。はい。6.00 でした。これまあ、人によるんですけどね、結構、禁止進んでます。でもこのコンタクトに関してはね、やってはる方やったらわかると思いますけど、いろんなデメリットというかめんどくさいこといっぱいあるじゃないですか。まあなんかつけなきゃいけない時間ももったいないし、あとはもうコンタクトつけたまま寝られないし、つけっぱなしも目の中に酸素が行き渡らないからダメだし、で何気に高いですよね。ね、コンタクトレンズ、これ私年間契約してるんですけど、年間でね、何倍やったっけ、計算しました。75,768円、かかってるんですよね、1年間で。これ結構だからね、未来永劫ずっとね、これを続けていくってなったら、ちょっとどうなんかなと。
なので、まあ、コンタクト、とりあえずめんどくせえよっていうのが、まず1個目の理由ですね。はい。次、2つ目が、眼病のリスクです。はい。今ですね、まあ、コンタクトで言うんであれば、国民の10人に約1人が、コンタクトをしてるというふうなデータがあります。はい。で、その中の、コンタクト装用者の10人に1人が、眼病を抱えているというようなことが言われてたりします。はい。要するにですね、コンタクトしてたら、眼病のリスクやっぱ上がるんですよ。なんでかっていうと、まあ、もう当たり前ですけど、直接眼球触ってますよね。この直接眼球を触ったりであるとか、この、コンタクトをずっとつけっぱなし、まあ、いわゆるその正しくない使い方ですね。こういう使い方をしているせいで、眼病が増えるよねっていうことがやっぱ言われるわけですよ。で、私自身も、もともとアトピーでアレルギー体質っていうのもあるんですけど、コンタクトがたまに合わなくて、このなんていうのかな、上まぶたですかね。上まぶたが、真っ赤にこう腫れて、ぷくっと腫れて、コンタクトレンズがこう外れそうになるみたいな、そんなことも経験してました。で、あとは、まあ、関西でいうメバチコですけど、まあ、結膜炎とかね、まあ、そんなにもなったりしてたりしたので、ちょっとね、やっぱりこう、しょっちゅう目を触るっていうのは、やっぱり普通に考えてリスクです。一専門家から考えても、やっぱりリスクなので、ちょっとやっぱりそれも、いい加減にしたかったなっていう感じです。はい。これが二つ目の理由ですね。はい、次三つ目。三つ目は、災害時を想定しました。はい。これどういうことかというと、まあ、これ本当に真面目な話なんですけど、やっぱ最近ね、まあ、最近に関わらずですけど、まあ、有事の際あるじゃないですか。地震とか火事とかいろいろあると思いますけれども、そういうことが、もし寝てる間に起こった時、ね、裸眼で何にも見えない状態で避難しなきゃいけないですよね。すぐ行動を起こさないといけないですよね。っていう時に、見えないってめちゃくちゃ弱者なんですよ。やっぱり。なんで、まあ、それメガネかけりゃいいやんって思うかもしんないですけど、じゃあ例えばね、避難先でメガネをなんかこう、よからぬやつに奪われたりであるとか、殴られてメガネ飛んでいってどこかわからないみたいなことになったら、守れるものも守れないし、自分の命も守れるかどうかもわからないわけですよ。ってなってくるとさ、やっぱり、ちょっとなって思います。普通に。なので、やっぱり、この ICL をして、目の中に直接レンズが入っていれば、朝起きた時にすぐもう見える世界があるわけですよね。ってなれば、迅速に動けるし、守れるものも増えてくるんじゃないかなと思いましたんで、この災害時を想定してやっておいた方がいいんじゃないかということを理由に考えまして、はい、やってみたという感じですね。はい。私の中ではそんな感じです。はい。まあ、あんまり長々と話しててもあれなので、ここでですね、やってよかったポイントとその反対のネガティブポイント、これをそれぞれ解説をして動画を結びたいなと思います。はい。まずやってよかったポイントから5つ解説します。まず1つ目、素直に見える世界に感動しました。はい。まず、視力が 2.0 になりました。2.0 になったこの見える世界ってね、もう全然違います。もうどれぐらい違うかっていうとね、見える前がこんな感じで、見えた後がもうこんな感じっていう感じですね。もう全然違うわけですよ。一番違いを感じるのはやっぱ視力検査ですよね。一番下のちっちゃいやつあるでしょう。あの一番下のちっちゃいやつも見えます。はい。ちょっと、って考えるけど、見えます。普通に。これが一つ目ですね。はい。次、二つ目。朝が変わりました。はい。もう、なんちゅうのかな。まず朝起きて、目開けたらすぐ見えるわけでしょ。もう、こんなん全然違いますよ。もう、本当に違う。もう、あれですね。普通に裸眼で視力いい人って、こういう世界で生きてるんですね。すごかった。もう、全然違うなと思いましたね。うん。何よりね、時短になりました。準備する時間が、そうですね。10分は短くなったんじゃないですかね。コンタクト入れる時間とか、なんかその他にね、もうコンタクト入れる前に手を洗わなきゃいけなかったりであるとか、そういうのにいろいろ細かくやってたら、やっぱりね、それ10分ぐらいね、積み重なってたんやなと思いましたね。で、この時短できたことによって、まあ私いつも毎朝運動するんですけど、この運動する時間も増えて、落ち着いて準備もすることができて、朝変わりましたね。すごいなと思いました。だからね、朝バタバタしてどうしようもないというような方は、結構これいいんじゃないかなと思いますね。はい。次、三つ目。目が疲れなくなりました。はい。まあ、私ね、まあ、この YouTube もそうですし、仕事でもそうだし、あとはゲームもするから、結構ね、目がね、疲れてたりとか、なんか霞んでたりとか最近よくしてたんですけど、このが ICL をしてから霞むなんていうことはもう一切ないです。もう肩こりも一切ないし、頭が痛くなるなんてこともないし、なんならね、
そのモニターから結構離れな、見えすぎるから離れたくなるんですよ。離れたくなるからやっぱちょっと姿勢も良くなるし、なんかね、全然違います。本当に。うん。だから、眼線疲労で悩んでるっていうような方とかは、すごくいいんじゃないかなと思います。はい。次、四つ目ですね。荷物が減りました。はい。これね、何の話をしてるかって言うとね、この間旅行行ってたんですよ。ちょっとだけね。行ってたんですけど、やっぱりその、コンタクトの荷物を持たなくていいわけですよ。もう本当に。もうそれだけでだいぶ荷物違います。うん。余談ですけど、たまにコンタクトかけてたりするでしょ。まあ、なった時も最悪じゃないですか。あんな予備にコンタクトちょっと持っていこうみたいなこともあったりするじゃないですか。っていうのがあるんで、この荷物が減るっていうのも非常に良かったなと思います。はい。次、最後、5つ目ですね。使える目薬が増えます。はい。まあ、これはね、まあ、ケースバイケースですけど、基本的には、コンタクトしてる時って、コンタクト用の目薬しか基本的にはダメなんですよ。まあ、ワンデーはね、基本的にまあ、そこまでこ うるさくはないですけども、ツーウィークとかワンマンスっていう風になってきたら、通常の目薬使えないわけですよ。なんか疲れ目にとか、なんか痒いなとか、花粉症で目が痒いなってなった時でも、普通の目薬が ICL であれば使えるようになります。はい。まあ、ワンデーやったら別に使ってもいいんですけどね。まあ、私の中では以上なんですが、基本的にはもう素直に見える世界に感動するっていうところが一番ですね。もうこれで QOL が上がったっていうのが、やっぱり一番かなと思います。はい。はい。では、反対のネガティブポイントですね。こちらも、5つ紹介していこうかなと思います。はい。最初の一つ目が、私の中では、もうほぼほぼ、ネガティブです。っていうかもう試練やと思ったら、まあ乗り越えられますけど、はい。言いますね。はい。術後1週間です。はい。術後1週間は相当試練です。はい。これさ、もう絶対覚えておいてください。まあ、簡単に一言で言えば、感染厳禁週間になります。はい。もうとにかく、手術をした後っていうのは、目の中の免疫が下がってます。とにかく、感染しやすい状況になってます。その、だって角膜にピッて穴開けてるわけですから、やっぱりバイ菌に感染しやすくなってるわけですよ。で、このバイ菌に感染してしまうと、失明のリスクが伴ってしまうんですよね。感染すると視神経の方にまで悪影響が及ぼされて、失明に至ってしまうということが一応確認されてるんですよ。まあ確率としては低いですけれども、そういうこともあるよっていうことなんですよね。だから、何としても感染だけは絶対しちゃいけないよっていうのが大原則になります。そのための行動を術後1週間で死ぬほどしなきゃいけないということになります。これが結構きつい。例えば、毎日目薬しなきゃいけないです。もうまあ当たり前なんですけど、感染しないために毎日数種類の目薬を刺します。私の場合は1日5回約3時間おきに、目薬を刺してました。起床時と朝昼晩あと寝る前、それに、その都度目薬を刺すんですよね。もう術後1週間毎日これです。はい。で私の場合は、フルオロメトロンとレボフロキサシンとジクロフェナクですね。まあ、このフルオロメトロンが、ステロイドですね。抗炎症薬でレボフロキサシンが、抗生剤ですね。バイ菌に感染しないための目薬でジクロフェナクが、まあ、目薬のボルタレンですね。はい。これも炎症抑えです。この3種類の目薬を1日5回やってました。はい。検診なんですけど、まず手術当日ですね。手術します。そしたら翌日も病院に行きます。そしたらその次1週間後にまた病院に行きます。次1ヶ月後、3ヶ月後、半年後、こういう風に病院に行くんですけど、まずその手術後1週間目薬刺すでしょ。で、次1ヶ月後でしょ。この1週間後からこの1ヶ月後の間も目薬刺すんですよ。私は目薬2種類刺してましたね。レボフロキサシンとジクロフェナックですね。この2種類は同じように、1日4回から5回ぐらい目薬をずーっと刺し続ける。だからもう1ヶ月間ずーっと毎日目薬生活です。本当に毎日ですよ。欠かさず。絶対欠かしちゃいけないですかね。これをサボると失明のリスク一気に上がりますから。で、まだまだやらなきゃいけないことあるんですよ。はい。日中は常にサングラスです。はい。常にこのサングラスをかけて、外からホコリとか菌とか、水しぶきとか、そんなんが目に入らないようにひたすらずーっとこれをし続けなきゃいけないんですね。はい。じゃあ家に帰ってからはって思いますよね。はい。家に帰ってからもずっとこれだし、なんなら寝るときは眼帯しなきゃいけないんです。はい。術後1週間はずっと眼帯です。で、眼帯って皆さんが思ってるような眼帯じゃないんですよ。あんななんかこうね、輪っかでこうやって拭いてやって、ここにこう、なんか包帯みたいな、ガーゼみたいなのがついてるみたいなではないんですよ。今回私がやった眼帯っていうのがこれです。はい。これをね、目にパコってはめて、ここをテープで留めるんですよ。そういう眼帯です。これがね、むちゃくちゃなんかね、やりにくくて、これ病院からもらったサージカルテープなんですけどね、これがね、結構クセモンで、わかるかな？これね、
すごい付き悪いの。ほら、もうすぐ剥がれますやん、こんなん。こんなんを、寝てる間にこうやってやってるわけですよ。な、寝返りとか打つでしょ。な、ペリって剥がれるんですよ。起きたらもう取れてるみたいなことになるんですね。だから、これ結構大変でした。だから私、サージカルテープ追加で買いましたもん。だからちょっとこれはね、見直してほしいかなと思う。病院の方、ちょっとなんとかなりませんこれ、って思いました。はい。あとね、最初の3日間お風呂入れません。首から下のシャワーは OK だよとか、細かいルールは病院によって違うから割愛しますけれども、基本的には最初の3日間は入浴できません。湯船ね。湯船疲れないよっていうことがあります。これが結構私にとってはきつい。アトピーですから。これはね、って思いましたね。で、仕事で言うと、重い荷物も持っちゃいけません。はい。もう意味わかんないでしょ。意味わかんないと思うんですが、これなんでかっていうと、しばらく、その、眼球の中のその角膜にね、ピッて穴開けてるじゃないですか。これが塞がるまで結構時間かかるんですよ。で、その状態で、ってこう踏ん張って、なんか重いもん持っちゃうと、中からレンズペロンって出てきちゃうっていうんですよ。そう。だから、重いもの持っちゃいけない。要するに力んじゃいけないってことなんです。だから、力むような行動は、慎まなきゃいけないというようなことになります。はい。で、女性の方で言うんであれば、これ結構しんどいかもわかんないですけど、化粧水もメイクも目の周りはできません。はい。まあ、これ結構きついかなと思います。きついけど、しゃあないですよね。しゃあないけど、とにかくその、もうとにかく、目の中に、あらゆる異物が入らないように、もう、それに対する全力を注ぐような一週間になります。はい。もうこれが一番しんどい。逆を言えば、これさえ乗り越えてしまえば、後のネガティブポイントなんていうのは大したことないです。はい。これさえ頑張れば OK と私の中では思いました。はい。ということで、術後一週間、試練の時だよっていうのが、ネガティブポイント一つですね。はい。次二つ目、ハローグレアです。はい。これ何かっていうと、光源、光の源ね。例えば太陽をイメージしてください。太陽をイメージね。太陽がボンってありました。で、太陽を今まで見てたら別に、あ、なんか眩しいなぐらいで済んでましたよね。ICL を入れると、ハローグレアという現象が起きることもあります。はい。私起きてますけど、太陽を見るじゃないですか。そしたら、このね、太陽の周りに光の輪ができるんですよ。それがぐる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 ってなんかこう回ってる。もうこれ経験者の人しかわかんないですよね。はい。もう光の輪が見えるんです。はい。で、これが一生消えません。はい。慣れるだけです。あ、なんかまたなってんな。いつものことやな。になるだけのことであって、一生これが消えることはありません。はい。これが気になる人は多分めっちゃ気になるんじゃないかなと思います。はい。私はそんなに気になりませんでした。それもかなり個人差があるんですって。まあそらそうですよね。まあ人によって感じ方違いますから。私はそんなに気になりませんでした。ただこれがね、その、起きる時と起きない時とありますから、もうこれはやってみないとわからんとしか言いようがないですね。私はそんなに大したことないと思います。はい。で、これが二つ目ですね。はい、次三つ目。未知のリスクです。はい。これね、まあ例えばね、皆さんが一番気になってるのは失明やと思うんですよね。見えなくなるやつね。はい。そのリスクはあります。さっきも言いましたよね。バイキンが感染してしまうことによって視神経が侵されて失明のリスクに至るっていうこともあります。ただ可能性としては限りなく低いんですよ。でね、私気になったから先生に聞いたんです。失明のリスクってだいたいざっくりでいいから何パーセントくらいありますかって聞いてみたんですよ。そしたら先生から返ってきた答えは、わかりませんと。そんなに、ちゃんとしたがっつりとした研究もないし、症例もそこまで多くないわけから、はっきりとした数字としては言えないというような答えが返ってきました。はい。これに納得できるかどうかは皆さん次第です。もうそんなこと、そんな言い方されるんやったら私は無理。やめとく。ちゃんと数字で示してくださいねっていう方やったらちょっとしんどいかもしれない。でも私は別に、そこまででもなくていいんじゃねっていう感じ。そこまで可能性としてはそんなに高くないよね。ちゃんとそれに対する目薬とかをして、予防しておけば問題ないよねっていうふうに思いました。っていうのは、コンタクトしてても失明のリスクって実はあるんですよ。さっき言った角膜内皮障害って別に ICL に限ったことじゃなくて、コンタクトしてたとしても起こり得る十分な障害になるんですよね。だから、別に一緒じゃねって思って、それよりもむしろ眼球触らなくなる分、リスクってコンタクトよりむしろ低いんじゃねっていうふうに個人的に思ったので、あくまで個人的にですよ。って思ったので、別にそんな気にすることないんじゃないかなって個人的には思いました。はい。まあ、ただそれ以外のその
まだ新しい治療法なので、それ以外に分かってない部分があって、もしかしたらこんなこともあるかもしれないよ、こんな新しい病気が発見されましたみたいなこともあるかもしれないけど、そんなん今言ったってしゃあないじゃないですかっていうふうに私の中では思うので、私はそこはもう一切、まさに目をつぶりました。はい、ということでこれが3つ目ですね。次4つ目、一生コンタクト卒業ということではございません。はい、結構これ勘違いしてる人いるんですけど、もうコンタクトね、眼内レンズ入れてしまえば一生何もメガネとかコンタクトの心配から離れられます、卒業できますっていうことではないんですよ。っていうのは今も私 2.0 ですよ。でもそこからさらに視力が落ちていくっていうこともあるわけですよね。ってなってきたら、さらにさらに落ちていったらコンタクトで補強したりとか、メガネで矯正したりとか、そういうこともしなきゃいけなくなっちゃうんですよ。あと、老眼も予防できません。老眼は別なんで、老眼鏡をかけなきゃいけないよねっていうことも普通にあります。なので、そういうこうなんか、目の周りでなんかメガネかけたりとかっていうことから一切卒業っていうことではないから、その辺は誤解のないように、覚えとかなきゃいけないところかなと思います。はい。はい、最後5つ目ですね。これが一番デメリットに感じる人はいるんじゃないかなと思います。はい、最後は費用ですよね。はい、気になりますよね。費用いくらかかったかです。はい、あくまでこれ私の場合ですが、50万かかりました。はい、50万ですよ。バカにならない金額ですよね。っていうかクソ高いですよね。まあ明らかに普通に高いですよ。50万なんて高いですが、私はいろんなことを総合して考えて決断しました。うん。っていうのはね、やっぱりさ、さっき言った通り、コンタクトレンズも、まあ、年間ね、7万円とか8万円かかってるわけですよ。まあ、ざっくり8万円やとしても、5、6年で元が取れてしまうということになるんですよね。私ももう10年ぐらいコンタクトしてますから、結局80万ぐらいコンタクトに使ってるわけですよ。って考えたらさ、一生入れっぱなしでいいんやったら、むしろ安いじゃないですか。まあ、もちろんね、人によるけどね。場合によるけど、ちなみにこの50万っていうのは結構下の方のラインだそうです。例えばここに乱視が入ってきたりであるとか、私よりもさらに近視が強い人、要は目が悪い人ですよね、はもっと値段が上がります。はい、まあそれはね、病院とかにもちろん聞いてほしいんですけど、50万でも最低ラインです。はい、なのでその辺はいろいろこうね、情報をこう考えながら、勘案しながら、答えを出されるのがいいかなと思いますが、まあ、一応ネガティブポイントとして私の中では挙げさせていただきました。はい、とはいえいろんなネガティブなことも考えましたが、はい、術後1週間とかの話もしましたが、もうさっきも言いました、結論、やってよかったです。人生変わりました。うん、いろいろこう悩んでる方もいらっしゃると思いますが、いろいろこうね、メリットデメリット、あとはベネフィットも考えて、答えを出されるのが、いいんじゃないかなと個人的には思います。はい、もちろんですけども、詳しくは、担当の先生とかね、専門の方に相談をしていただいて、ゆっくり考えて決断を出されたらいいんじゃないかなと思いますが、私の中ではおすすめでございます。はい、ということで本日は ICL に対して、お話をしてまいりました。いかがだったでしょうか。ぜひ参考にしてみてください。この動画お薬になりましたらグッドボタンお願いします。チャンネル登録の会議の参加もぜひお待ちしております。それではまた次の会議でお会いしましょう。解散。